Konami Sports. 残念。このゲームは任天堂だ。さて、今日は、スターストがありました。空は闇に覆われ、大地はマナーモードになり、世界の終わりが来たのだった。おしまい。え、まだあるの？もう私疲れたよ。おい、ちゃんと最後まで読めよ。ごめんごめん。それから長い長い月日が経って、すべてがおとぎ話となった頃、跡形もなくなったその場所に、人が集まり新しい街が作られました。やってきた人々は言いました。ひかにゃー、昔ん街のお宝が、今もそのまま残っとるんやでー、なんつって、と。そう、これが、港町、ゴロツキタウンに伝わる財宝伝説です。このゴロツキタウンから、伝説の宝と魔法の地図をめぐる、冒険の物語が始まるんやで。キノジー涙目。姫、それさらわれるフラグや。公主台が広場にある街に変わってない街はない。おや？いたところ、品揃えは微妙だと思うのだが。ピーチ姫は悪趣味なのかと疑う瞬間である。自落オツです。どこかのキャッチセールスみたいだな。こういうのに関わるとろくなことがない。はい、皆さんこんばんは。はじめましての方ははじめまして、ゆっくりことむけです。マリサだぜ。今回からこの、ペーパーマリオ RPG を、ゆっくり縛ってプレイするよ。縛り内容については、動画の説明欄を見るか、動画内での説明を聞くか、どちらか選ぶといいぜ。さあ、ファイル名を決めようね。どうしよう。決めた。広がれ、魔物のは、というわけで、魔物っ子のは、抵抗。なんだそのファイル名。ま、プレイには何ら影響を与えないし大丈夫大丈夫。今回、ちょっと編集ミスで画面がちっちゃくなってるよ。ごめんね。次回からはこうならないようにするから、許してね。おや、マリオストーリーのパレッタさん、久しぶりに見るなぁ。ルイージ早動け、走れ。いや、読まなくていいから私に見せて、読まなくていいから。
なるほど、パシリか。もうこれ強制だよね。私に拒否権ないよ。ほら絶対恋とか、姫だからって何でも許されると思ってるのかね。マジでか。ああ、もう、また長い旅が始まるのか。と、思いつつ、マリオはしぶしぶゴロツキタウンへ向かうのであった。ペーパーマリオ RPG、始まり始まり。ここで、縛り内容について説明だぜ。基本的には書いてある通りだぜ。宿屋について、宿泊券がある場合のみ使用可能とするぜ。そして若干ネタバレになるが、ウーロン街の闘技場のベッドは縛らないことにするぜ。あ、そうそう、スーパーガードは自重しないぜ。ダメージを受けずに相手にダメージを与えられるなんて卑怯じゃないか。縛れ、と思う方もいるかもしれないが、スーパーガードはタイミングがシビアなことと、失敗すると結構痛いということで、縛る必要はないと思うぜ。説明はこれくらいだぜ。それでは本編スタート。グーグー、すやすや、あの巨人は誰ですか？あれは鈴木くんです。どうして鈴木くんは巨人になったのですか？ジャイアンツに入団した。なんだ夢か。変な夢だったなぁ。あ、もうゴロツキタウンに着いたみたいだね。早いね。はいはい、ハンマー持った。帽子持った。服着た。よし、準備オッケー。おお、着いた着いた。なんだと？初耳だぞそれは。絶対許さない。100コイン返せ。よしよし、物分かりのいい船長だ。達者でな。ダイナミック旋回。やっと始まったね。じゃあまずセーブしておこう。これからセーブのことは、SD って呼ぶことにしよう。これは、美人。元エビクリボーが襲われている。どうしよう。よし、今助ける準備をするから待ってろ。もうちょっと。やっぱり怖いなぁ、聞き込みを。さて、茶番はこのくらいにしよう。初見じゃないのはみんな知ってるし。こいつの、へへ、ってなんだか愛らしいね。へへっとかっこ笑い。さて、初バトルだね。こんな雑魚、ノーダメージでフルボッコにしてやんよ。オッケー。やっ、当たり前だ。なんたって私は経験者。この調子で通過。今のはちょっと調子が悪かったんだよ。次はちゃんと決めるよ。多分ラグがあるんだよ。言い訳オフだぜ。少なくとも私がテストプレイした時に、ラグはなかった。後で私の本当の実力を見せてやる。というわけで最初の戦闘は終了だね。スターポイントについての説明がされてるけど、私にとってはどうでもいい。ざわざわ。ざわざわ。ざわざわ。おざわざわ。いやー、来ないでー。もう、これやばいって、重荷が質が。さっさと抜け出さないと。
ナイスクリス。あ、名前言っちゃった。せやな。そしてなぜか軍団員の中に突っ込む私。なぜこんなことをしたのか、全く覚えていない。さて、逃げるよ。エンコ殺し怖いでしょう。いか、早送り。いえいえ、どういたしまして。うおおおお。ふう、で、この可愛い子が仲間第一号。みんなのアイドルクリスちゃんです。わーわー、どんどん、パフパフ。うん、スリもいるしね。あー、まったく怖いもんだ。後ろの方にご注目。このペーパーマリオ RPG、結構お茶目な部分があるのよね。後ろで起こってることが気になって、話を全く覚えていないこともしばしば。で、どんな話だっけ？あ、そうそう、伝説の宝ね。伝説の宝、あれって臭いよねー。ダイナミックびっくり。今回は、というより、いつも、じゃない？いないと思ったらさらわれてるし、あの姫、ピーチ姫って、荒廃したキノコ王国を、一瞬で元に戻せるほどの魔力を持ってるらしいけど、一回も見たことないよね。それ使ったら、クッパなんてコッパみじんだと思うんだけど。イエス。さらわれることに定評のあるピーチ姫。実際はもうさらわれてるんだな。これが、デートのお誘いですか？え？違う？ガックし。こちらこそ。はい、クリスことクリスティーヌさんが仲間になりました。彼女は、いわゆるマリオストーリーでのクリオ役です。今いる場所のことを教えてくれたり、ヒントをくれたりと、初心者に優しいキャラクターです。後半になってくると、若干力不足感が否めないですが、パワープラスとテクニックがあればかなり使える子です。連続ズッキが強烈。そして彼女は、今回の縛りで大活躍。のはず。時間余った。クリスかわいいよクリス。どこからどう見ても考古学者だね。じゃ、先にイベントを起こしておきます。あーん。そうなのか。上島竜兵的なノリ？わかった、ハンマーを振り下ろす。え、ちょ、待て、私動いてないよ。ハンマーは振り下ろしたけど、足は動かしてないよ。まさかこいつ、最初からこうなることを知ってて。くそ、はめられた。はい、こういうことですよ。絶対通れてると思うんだが、みんなはこれどう思う？絶対通れてるよね。それはいいや、さっさとコンタクトレンズを取り寄せてもらおうね。これを忘れると後でちょっとめんどくさくなる。いか、倍速。え、クリジジーのところに向かう前に、SC の後、ガースだっけ？門番を倒しに行くよ。強制戦闘ではないけど、コインは縛ってるから問答無用で倒す。はい、50コインすられたから後で返してもらいます。コイン、敵と戦わないから減る一方なんだよね。コンタクトレンズを買う時の、10コイン、残ってるといいけど。
やっつける。レベル1でもお前は雑魚だ。以下、倍速。戦闘シーンは、何かない限り倍速でお送りするよ。物知りはしっかり見せるから安心してね。頭だけ踏めばいいのでは？と思ったのは私だけではないはず。今回、物知りが終わったらクリスは壁になります。クリスファンのみんな、ごめんね。お、ナイスバケツ。どや？どや？どや？こっちのセリフだ。ま、今のところこっちには何の用もないわけで、SP の後、50コインを返してもらいます。SP。今回は、移動時に倍速を使っていませんが、次回からガンガン使っていくのでよろしくお願いします。やっぱり気が変わったのでクリジジイのところに行きます。長いので倍速。間違い方がわざとらしいクリジジイ。3年生ってことは大学生ではないのかな。長いなぁ。確か、この中に答えがあったんだよね。あ、そうそう、この動画、結構ネタバレを連発するかもしれないので注意してください。クリジジイは放っておいて、50コインを返してもらいに行くよ。以下、倍速。やっぱり今回から移動にも倍速を使おう。動画時間が長すぎる。このイベントはそのまま倍速。なんや？知ってるから早く行こうよ。くどい。ふふふ、そうだろう。だがクリスはお前たちのようなタイプが大っ嫌いなんだ。即座にお帰り願おう。な？
か、倍速。いってえ。どや？ついでだから物知り。それ、ものすごくかわいそうだね。みなさん、これが、ナメクというものです。マリオよりジャンプ力のあるクリボー一族。低レベルで行くので逃げます。あ、クリジジイはともかくクリスまで落っこっちゃった。まあいいか。ここは倍速。プニ族、一回プニプニしてみたいなー。ここの玉編みラッキー、結構重要だから取っておくよ。早速装備だ。あぶね。敵に当たると、無駄にコインを消費する羽目になるんだよね。別にコインは使わないんだからいいだろって思うかもしれないけど、いつ必要になるかわからないからね。もし使わなくちゃいけない場面になった時、アイテムを売らざるを得ない状況なんてごめんだ。なんて話してるうちに黒い鍵をゲット。こいつは先に取っておくとめんどくさくない。クリジジイ、一体どこに行った？ま、いいや。そうい、いきなり出てくるなクリジジイ。そうだす、私が伝説の変な勇者だす、なんつって。おい、ジジイの天然とか誰得だよ。ほら、クリスも、はぁ？って顔してるじゃん。もうため息しか吐いてないじゃん。知ってます。はいはい、もう持ってます。うわあ。バカめぇ。出ました。皆さん覚えておいてください。こいつがミカルゲです。そして長いので倍速。はい、ツンデレオスです。そういえば、黒い任天堂ってたまに聞くけど、一体どういう意味なんだろう？このペパマリにも黒い任天堂要素が入っているとかいないとか、よくわかりません。うわあああああ頼もしい味方カッコツンデレです。はい、キャン、フラーイ。なんとまあヘッタクソな操作。でけえ扉だなぁ。あれどうやって開けるの？押しても引いても開きそうにないんだが。いか、倍速。
今度、着火。なるほど、新世代の魔法陣型コンロか。なかなかいいな。おお、さすが魔法の地図、すげえ。このスペシャル技には、しばらくお世話になります。イベント長すぎはロタ、倍速でも長え。試しません、すべて知っています。なんだ夢か、なんだか変な夢を見た気がする。で、どんな話だったっけ？ああ、ドラドラ平原ね、ドラドラ平原。どこでもドアとか落ちてるのかな。ふう、やっと終わった。なんてことはなかった。うん、知ってる。この縛りプレイでは最も重要なアイテムだからね。いいえ。さて、本当はゲッソーも倒したかったけど、今回はここまで。今回全然進んでないね。まあプロローグだから仕方ないね。次回からサクサク進んでいくよ。それでは皆さん、ご視聴、ありがとうございました。次回も良ければ見てくださいね。では、また次回。前回のあらすじ、ピーチ姫は悪趣味？というわけで、はいどうも、ゆっくりことむきゅです。続き、やっていくよ。今回は、ゲソ戦からのスタートだよ。イカ倍速。今回、倍速ラッシュだよ。これからもだと思うけど。おや？こんなところにゲソが。なんや？うわー。はい、イカ娘ならぬイカ野郎です。ちょっと一旦には遊びます。プリジジイ、何か言ってたっけ？まあいいや。なんや？いえ、その、決してゲソがうまそうだなぁ、とかは全く思っていません。あ。通知とは卑怯ではないかね？この尻まで倍速。ムルムルってあれだもんね。ほら、あれ。だもんね。さて、物知りも終わったし倍速。倍速の時、だいたい喋ることがないんだよね。どうしよう。そうだ、今、マリオパーティ5で、果てしない挑戦をしているところなんだよね。どんな挑戦かというと、っていう感じで、二人同時に、00001を、目指すっていう。おっと、もう戦闘が終わるからこの話はまた今度。マリオもクリスも腐ったですが、イカ野郎を撃破。やっとプロローグが終わるね。早く足場を出すでゲソ。
クリス、大丈夫？手を貸そうか？逃げろ。あ。悪いことをしてしまったのなら、きちんと償おう。公共広告機構。というわけで、ステージ1、マリオとオシロとゴンドラと、始まり始まり。こういう場所にピクニックとか行きたいね。彼女とかと一緒に、まあ、いないんだけどね。クリスにやる気が見られません。どうすればクリスはやる気を出すのでしょう。HP 回復しろ。ですよねー。以下、倍速。そうそう、さっきのマリパ5の話だけど、あれも動画にするつもりだよ。感動するような動画にしたいなー。そんなこと言ってたらゴンドラ登場。相変わらずでけー。興味があるのかないのかはっきりしてください。その、はいはいドランゴドランゴ、みたいな顔やめてください。なら HP を消すよねー。私もう4回ぐらい見てるよ。しかし、これ以上インパクトのあるイベントは、ノコ太郎がリア充だということが発覚するイベントぐらいしかないよね。うん。あ、あとチシュさんのイベント、あれを忘れてはならない。今のバッジは見たところピンチでラッキーだったのでスルー。使わなくても、あって損はないからいただきます。10コイン美味しいです。そしてつくしんぼもゲット。こいつには結構お世話になるかも。背景ではジャンプ移動。これっぽん。そうそう、今更だけど、私そんなにこのゲーム得意じゃないです。連続ジャンプとか、安定していくセレントとか出せません。そんなやつが、この縛りでクリアできるのか、と、思うかもしれませんが、多分いけると思います。物知りタイム。まったくだ。クリスさんが鬱にならないことを祈ります。あ、やべ、これはつくしんぼ導入で。トゲオガードが早く欲しい。逃げた後、落としたコインを拾い集める汚いマリオの図。何が起こるかなは、まあいいや。自然豊かな村、美しい川、心優しい住民、それはまさに桃源郷、花々村。しかしクリスは花々村に興味がないようです。あのゴンドラは確か女の子だったはず。ちなみに、設定を見なくても、子分が得意なら、ゴンドラが女の子ということがわかるよ。わらわって一人称は、女性の一人称だからね、多分。花々村のこの橋、何気にスリル満点である。5回に1回落ちちゃう私。このゴム兵、皆さん覚えておいてください。いつかすごいことをやらかします。カメカメ葉っぱいただきます。こいつもしばらくお世話になるかも。まあ、ある種 RPG の主人公は、みんな泥棒だよね。特にドラクエ。人んちのタンス勝手に開けて、壺とか樽とか漁って、それも家主の目の前で、どんだけハート強いんだ。で、ゴンドラとかスターストーンとかの話になってるけど、早く終わらないかな。このジジイ話が長い。正直、
A ボタン連打したいんだけど、さすがにそれはまずいから、こんな感じでお送りしてるよ。スーパーマニオブラザーズかっこ笑い。このペパマリ、よくマリオは名前を間違われる、マリオ涙目。そしてこのため息である。うお、ビビった。どこでメールが来るかは覚えてないから、来るたびにビクッとしちゃうね。ビクンビクン。もちろん全く読んでません。クリジジイ涙目。なんや、第二の仲間ノコ太郎、こいつはマリストのカメキと同じ扱いになります。だが今は仲間にならない。ヘタレオツ。ちょっとカットするよ。本動画での記念すべき初カット。ねー、ごにっこ動画。なんつって、びっくりした？つくしんぼとカメカメ葉っぱを、一つずつ回収した後に、SD しました。では続きをやっていきます。今、ちょこっと画面上部に映ったのこの子が、ノコ太郎の彼女です。爆発しろ。イカ倍速。ここにアルファをブロック、取らないと積んじゃうんだよね。あーめんどくさい。おのしりタイム。ここ、間違って倍速にしてしまったものを等倍速に戻したため、ちょっと変です。ごめんね。石を投げるなら見に来るな。逃げた後、落としたコインを拾い集める汚いマリオの図。その2。なぜか一回逃げる私。こいつは、ガツン殴りで倒して、次のやつをパウブロックで倒すよ。そうしないと多分詰むから。今日は調子悪いな。エッツラボー。それにしてもテストの前に動画編集って、どうなんだろ。やっぱりテスト期間中、こういうのは遠慮した方がいいのかな。で、こいつが問題のモンスター。ハンマーだね、ジャンプだね。ハンマーで叩けたとしても、こいつは防御4だから、ガツン殴りも意味なし、パウブロックを使うしかないうざいやつ。死ね、死ねじゃなくて死ね。ラボー、この先の宿泊券とファイアフラワー必ず取っておかないと、後でめんどくさいことになるから取っておくよ。さあ、やってきましたよ。皆さん、アスさん並みのスピードで答えたいね。そうなのか、そうなのか。チャ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 。さて、さっさと終わらせよう。新エモン5匹とかめんどくさくてやってられないし。でで。
ぜ。聞いて。聞いて、ネタバレオツです。みたいだね。楽しみにしとく。聞いて。おっすん、アウトおー。知ってた。いつものことじゃん。そしてこのため息である。えそ、倍速。逃げた後、落としたコインを拾い集める汚いマリオの巣。その3。さっき、ファイアフラワーを取ったのはここのためだよ。一匹一匹相手にするなんてめんどくさい。なんか、薄い本のネタになりそうなやつだね。消毒完了。そしてレベルアップしちゃう。この動画の低レベル縛りは、最低レベルでのクリア、いわゆる、レベル8でのクリア、を、指すわけではないのでご注意ください。最終的にはレベル10を、普通に超えると思います。モルゲーだね。ところで、あっち行けしっしって、どこで買えるのかな？知ってる人がいたら、教えていただけるとありがたいです。ウロン街に行くまでに買いたいなぁ。あ、そうだ、ちょっと解説を挟むよ。縛り内容2番、コイン使用禁止についてだぜ。担当直入に言うと、この方法であっち行け失使用の、資金を稼がせてくれというお願いだぜ。ダメだと言うなら、レベルが上がる、それだけだぜ。まあ、レベルが上がった方がウプ主的には楽だろうけど、きっと面白くなくなるだろうなぁ。うん。それでは、本編どうぞ。これでチョロボンとはおさらばだ。やったね。なんやあいつ。ごめんごめん、知らなかったから。レアキャラだが、弱い。ゴールドチョロボン戦です。これ、カーソルが中心じゃなくても成功するんだよね。これが雑魚と呼ばれる理由。過倍速。ざわざわ。ざわざわ。ざわざわ。鼻ざわざわ。いやー。早く、脱出が、脱出が。そういえば、こいつとのバトルほとんど倍速だったね。ボスとして見てなかったよ、テヘペロ。それじゃあ、今回はこれで終了だよ。次回、ついにゴンドラ戦。それでは皆さん、ご視聴、ありがとうございました。よろしければまた次回もよろしくお願いします。では、また。
は、ゆっくりことむきゅです。あれ一回やってみたかったんだよねー。そんなわけで、続きをやっていくわけなんだけど、ちょっと、皆さんに謝らなくてはいけないことがあります。まあ、いろいろと喋りたいこともありますが、まずはこちらをどうぞ。あっち行けしっし、ここにあるじゃねえか、畜生。はい、余計な戦闘を4つほどこなしてしまいました。大変申し訳ない。最低レベルでのクリアを目指してなかったのが幸い。やり直しになっちゃうからね。これからはとりあえず、レベル12になるまでにクリアを目指したいと思います。12という数字は適当です。ああ、花々村からこれじゃあ、これから先が心配だ。あ、そうだ、罰として、縛りを増やしてみようかな。例えば、お料理禁止、とか、しなびたキノコでのコイン稼ぎは、もう一つやり方はあるし、とりあえずこれは保留にしておこう。やれってコメントがたくさんあったらやることにしよう。うん、それがいい。リア充タイムは2倍速です。もうすぐね、214だからね、みんな敏感になってると思うし。はい、爆発しろ、が、仲間になりました。こいつは、マリストのカメキと、ほぼ同等の扱いです。ただリア充です。爆発しろ。もう正直、ノコ太郎のイベントは全カットしたいくらいです。こいつのことはあまり語りたくない。巷では、不当と呼ばれてるみたいだしね。戦闘でのこいつの出番は、ほぼありません。特に後半は、こいつを使った記憶が本当にない。本当に。もう喋ることもないし適当な BGM 流しておこう。ここで、ハッピーハートの獲得と、バッジを装備しておきます。連続ジャンプどうしようかな。あれバッジ容量3なんだよね。低レベルだからきついな。以下倍速、パート3にしてすでに倍速がデフォになっている件について、とりあえず、セーブした後、一旦動画を切ります。ノコ太郎爆発しろ。カット。はい。それじゃあ、さっき見えた穴に、鍵をはめはめしましょうねー。ブスリ。ブスリ。はい、この二つのスイッチは、同時に押さなくてはいけませんが、結構判定が甘いです。さすがステージ1、ぬるいね。そして、ゴンドラ城に続く土管が出現、やったね。そういえば、ゆっくり実況プレイって、失踪率が多いらしいね。でも、私は負けないよ。そんなジンクス蹴飛ばしてくれるわ。フラグなんて真っ二つにしてやるわ。この後ろには、何かがいる。ゴンドラ城。さて、私の飛行機テクを見せる時が来たようだね。見てろ。どうやー？地味だぜ。イカ倍速。あ。物知りタイム。なぜパタノコにしなかったのだろう。今思いついた謎。いや、それってそういう意味じゃないからクリスさん。皆さんおなじみ汚いマリオ。このイベントは、どうでもいいのでそのまま倍速。
わざわ、ざわざわ、ざわざわ、こざわざわ。ぬわー、うわー、画質がー。そしてなぜハンマーを使わないし、縛ってるわけじゃないのに。さあだーまーさーしー。物知りの後、倍速。なんかクリスさん興奮してる？せやな。っていうか、ここの骨の子も倒さなくてもいいんじゃね？あっち行け、獅子使えばいいんじゃね？と思った編集中。もう押せよ。ちょ、ガードミスりすぎはロタ。てか笑えねえ。大ピンチじゃねえか。まあこの後仲間チェンジするんだけど。せやな。倍速の間、暇だなー。ちょっと寒いからパンツ履くわ。ノコ太郎の不調な活躍シーン。3、2、1、9。ノコ太郎の戦闘での活躍シーンは、これが最後です。このパートでは。3、2、1、9。ダフー。危ねえ。イカ倍速。回復タイム。さすがにこれはまずい。喜ぶクリスさんかわいいよ。はぁはぁ、はぁはぁ。レッツゴー。骨の子って、結構早いよね。捕まっちゃうのはよくある話。あーもう、めんどくせー。皆さん見飽きた汚いマリオ。ここは、誠に残念ですが、リア充の出番です。ち。このペラペラ感にもかかわらず、この重量感、紙なのか、石なのか。鍵ゲット。さて、ここから星のかけら回収のお時間です。皆さん、応援よろしくお願いします。私はまず、そのふざけた天井をぶち壊す。さっきから、クリスとノコ太郎を無駄に入れ替えてるけど、ちゃんと理由はあるんだよ。ノコ太郎をできる限り見たくないんだろ？その通りでしたい。なんぞ？いやー。うわー、
天井からトゲが生えてきたよー。やばいよー。これ本当にやばいよー。死んじゃう死んじゃう。ああ焦ってコントローラーをうまく操作できないよー。助けて助けて。ああこれもうダメかもしれんわ。もう私死んじゃうわ。みんな、今まで応援ありがとう。私はここで死に耐えるよ。さよなら、さよなら。来世でまた会いましょう。諦めんなよ。もう無理無理。だってドアがどこにあるかなんてわからないもん。ああ、ああ、死んじゃうよー。まあ、嘘ですけどね。こんな仕掛け、わざとでなきゃゲームオーバーにならないよ。お前だけ死ねばよかげすんげすん。では皆さんお待ちかね、ツンデレミカルゲタンの登場です。でも、その前に、話を聞かないとね。あーめんどくせー。ごたくはいいからさっさと呪いをかけろってんだ。もう鍵は持ってるんだが。いや、大変いいやつだった。だからもう持ってるっての。ミカルゲタンの巧みな話術かっこ笑い。うん、わかったからさっさと呪いをかけてね。サンキュー。ほう、ペラペラになるのか。そうかそうか。いやあ、本当に恐ろしいね。この呪いが、唯一の脱出方法になっちゃうなんて。わかりました。さて、ここから出て、ピッキョロウネイを取ろうね。ピッキョロウネイなしでやろうとも思ったけど、無理ゲーだったよ。悲しいね。汚い火薬。ここのパタクリ棒、どこに行ったんだろうね。SK。あ、鍵取るの忘れてた。めんどくせー。カット。それにしても今回、グダグダだね。たまにはかっこいいことをしたいね。回復ブロック、叩きてー。そしてなぜ3回も空振ったし、ついにマリオの視力が衰えてきたのか？もう年だしねー。行ってこいのこ太郎。ここを右に行くと、星のかけらがあるよ。そして倍速。骨のことの息が合わなかったのでやり直し。オッケー。ちょっと、ノコ太郎にチャンスを与えてみます。左にある緊急キノコを取ってくることができたら、ノコ太郎を出世させます。チャンスは3か。ノコ太郎はやっぱり役立たずでした。爆発しろ。緊急キノコ、こいつはラスボスまで持っていきたいね。おっと、忘れずにクリスに変えておくよ。ノコ太郎なんていらん。皆さん、ここは静かに見守りましょう。
いやっほー。ふう、さて、ここの宝をいただいた後、さっさと次の場所に向かうよ。次も残念ながらのコタロウの出番なんだよね。ち。で、出待ちとか、うぜー。あたくり邪魔ー。ふう、ここ、ちょっとめんどくさいんだよね。下の骨の子のせいで、今はあっち行けしっし、持ってないからなぁ。はぁ、う、なぜ体が動かない。何コイン拾ってんだ。どんだけ1コインに執着するんだこのマリオ。汚ねぇ。金縛りならぬ、金縛りかよ。まあ金は縛ってるけど、あれ、なんかややこしくなってきた。やっと登れた。これで落ちたらもう血管がやばいから、慎重に行くよ。あ、間違った。ゴーマ、私の飛行機テク、刮目せよ。どうや？何度見ても地味だぜ。さて、ここで鍵ゲット、やったー。いつも思うんだけど、この階段、なんでこんなにでかいの？いちいちジャンプしなけりゃいけないとかだるくてやってられんよ。ふう、やっとここまで来たね。やっとゴンドラ戦だよ。ここのトゲクリマジウザス。それじゃあ、SK して一旦動画を切るよ。疲れた。カット。ねえ、さすがにもう引っかからないよね。それじゃ、ゴンドラ戦だよ。ピッチョロウネイも忘れずにつけて、と。今回のゴンドラ戦、なんと、ノーカットノー倍速だよ。お楽しみに。多分メガバッテン弾のことかな？わらわって一人称、なんかかっこいいよね。ゴンドラは足フェチであるという事実が発覚する瞬間である。でけえ。とりあえず、マリオが攻撃しないと始まらないね。前世の記憶です。何その可愛いエピソード。レベル縛りがなければ、実力で倒したかったなぁ。そうなのか。さっきゴンドラが自分で帰るって言ってたよ、クリスさん。これから毎日家を焼こうぜ。お断りです、ゴンドラさん。あ、そうそう。今あんまり関係ないんだけどさ。私、今パンツ一丁なんだよね。寒くて寒くて仕方がないよ。どうにかなんないかなー、この寒さ。うわぁ、グダグダ。やっぱり寒いからコントローラーをうまく動かせないんだよ。冬って怖いね。これ練習しました。アクロバットがうまく決まらないね。
リストンだー。決まったー。さすがバルキリーの異名を持つクリスさんです。すごいです。倍速の前にクロノフェードアウトが入ってるのは編集ミスです。デフゼロ元気元気下手すぎはロタ。特にクリスの HP 回復がひどい。あ、これから毎日家を焼こうぜ。だが断る。このスロットには頼らない。それが私のプライドってもんだ。目押しできないだけだろ。その通りです。遅い。やっぱりボス戦でも胸熱な展開がない場合は倍速した方がいいかな。そこんとこ皆さんどう思います？なるほど、わかりました。皆さんの心が読めました。次回から反映されるのでよろしくね。なんや。へえ。だが断る。コイン縛ってるし、いらない。ピッチョロンシーは後で取りに行きますから、いりません。私、足フェチじゃないのでいいです。いや、ただ全部私には必要のなかったものだったので。な、何するだー。まったくだ。合点承知のすけ。喋ることがないから一人漫才でもしようかな。私ね、小さい頃に夢があったんですよ。なになに？それはですね、おっと誰か来たようだ。はいはい、なんでしょう。ちょ待って。なぜか霊夢がいなくなってしまったから私が代役を務めるぜ。と言ってももう終わった後みたいだがな。ちょっとの間だがよろしくなんだぜ。そうだな。ああ、だがどこにあるのだろうか。うん、なんと、ゴンババのお腹から、謎のノコノコが。感動シーンっぽいから空気を読んで黙っておくぜ。1個目のスターストーン、ゲットだぜ。そして同時に、ステージ1クリアだぜ。やっふー。それじゃあ、今回はここまでになるぜ。
長い時間、付き合ってくれてありがとう。また次回、会えるといいな。それでは皆さん、ご視聴、ありがとうございました。肛門がヒリヒリする。あ、霊夢、どこ行ってたんだ？いや、なんか、急に男が玄関に現れて。そこから先は言いたくないよ。そうか、大変だ。どうも、ゆっくりことむけです。パート、1,2,3お見直してて思ったんだけど、厳しいコメントありがとうございます。まだ、動画作り始めて、2、3ヶ月だし、ニコニコ動画でのルールとかも、まだあんまりわかってないし、正直助かります。本当にありがとうございます。あ、批判はダメよ。これお兄さんとの約束。で、続きをやっていくんだけど、今回は全く進まないよ。ピーチとクッパのイベントをやった後、依頼をこなしていくよ。コインを使ってしまう依頼に関しては、依頼優先でいくよ。その時にもらったアイテムとかは、やっぱり縛った方がいいのかな？コイン使ってゲットしたようなものだし。ま、これもとりあえず保有にしておこう。あ、ショップポイントでもらったやつも考えとかなきゃ。あ、そうそう、ゆっくりの声、大丈夫かな？ちょっと大きくしてみたんだけど、また意見とかあったら、試行錯誤していくので、これからもよろしくお願いします。なんか、自分で喋っておいてあれだけど、日本語おかしいなぁ、なんでだろ？国語は結構得意なんだけど。あ、そうそう、言い忘れてたことが、100回ダンジョンに潜り込まなくちゃいけない依頼が、確か2つほどあったと思うんだけど、その依頼については、クリア後にやるよ。レベル上がっちゃうしね。うん、まだ言いたいことはあるけど、嫁が来るから一旦ストッピ。早く来ないかなー、ワクワク。ああ、手が冷たい。冷え性だから振り忘れない。お？来たー。みんな、来たよ。ビビアンちゃんが来たよ。ビビアンだよ。ビビアン2じゃないよ。ビビアンだよ。ヤフー興奮してきたー。で、言いたかったことの続きなんだけど、この縛りプレイ、実は、何も考えていません。テストプレイも、不思議の森までしかやってません。行き当たりばったりです。でも、絶対に失踪はしません。まあこの動画つまんないって思ってる人は失踪しろと。暗いことを考えてる暇はないね。よっしゃやるぞ。で、今の人たちは何を喋ってたのだろうか。全く聞いていなかった。ま、いいか。もう慣れたんじゃないかな？二人とも。きっと二人とも知ってる。うん。さて、皆さんお待ちかねシャワータイム。ああ、なんだかサードバースデーを思い出すなー。ジェノサイドはきつかった。マジで、ほぼ私気だし。でもリーパーちゃんは弱かったなー。ローラーとほぼ同じ行動パターンだから。ビーチ姫の貴重なポニーテール。なんか、あんまり喋ることがないなぁ。別にサードバースデーの話なんて、誰も聞きたくないだろうし。こうなってます。おや、コンピュータが喋り始めた。バツガルフすげえな。どうして物語の悪役って、こうも立派な科学力を持っているのだろうか。そしてなぜいつも負けてしまうのか。不思議で不思議で仕方がない。
もし、最後までいけたら、こいつのシーンで鏡ネリンの、心、を流してやろうかな。なんとなくぴったりな気がする。あ、でもこいつはコンピュータか。さっきから私、全然関係ない話ばっかりしてるね。まあ、こういう恋愛系のお話とかは、私すっごい苦手だし、全然興味がないのよね。まあそんなこと言い始めたら私に興味がある人間なんて64億分の1人くらい。それにしてもこのテック、かわいそうだよね。なんか、いろいろと。例えば、自分をパーフェクトだとか言ってるあたり。ほんと、かわいそうだよね。バツガルフにそうプログラミングされてるんだろうね。ほんと悲しいやっちゃで。そしてこの無茶ぶりである。あ、そろそろすごいものが見れるよ。ある種、名物ってやつ。優しいのか、優しくないのか。まあ優しいやつではあるんだが。さすがバツガルフ、無駄な科学力だ。ピーチの火扇、超高速タイピング。この短時間で、アドレスと本文を打ち込むピーチ。そして、なぜかマリオのアドレスを記憶しているピーチ。マリオのアドレスはそれほど簡単なものなのか？礼儀正しいピーチ姫。パート1の悪趣味なピーチとは大違いだ。SK。出たー、最強にして最強、クーッパ様あ、最強っていうのは、最も運が悪いってことね。それにしてもこのクッパ、でかい、さすが大魔王。左のハンマーブロスを、肉焼きの刑に処す？ブルダー上手に焼きました。このブロスは、出世するな、きっと。はいはい、ありがとう。くそ、どうしてもこのトゲの子に話しかけられない。こいつ何喋るんだろうなー、気になるなー。大丈夫なのか、このカメックババ。そろそろ世代交代した方が良いのでは。冷静なクッパ様。大好きだが。バッカモーン。これに関しては、多分永久に無理だと思われる。
様、毎回ふざけてるのだろうか。ピーチ姫のことになると、冷静さを失うクッパ様であった。ドーン。SK。さて、やっと本編だね。ここまで約11分、なかなか長いね。ノコ太郎の決意表明、なかなか男らしくなったものである。しかしノコ太郎、お前は爆発しろ。ようやくクリスが登場、リア充のせいでずっと見切れてました。便利な時代だな。というわけで、でっかい扉までカット。そうだ、せっかくだから社員を回収しよう。痛い。痛い。ふう、3回目でやっと乗れた。ここってこんなに難しかったっけ？飛行機ダイブ。着火。クリス、そこ熱くない？本当に大丈夫？焼き栗とかになったりしない？え、そんなことにはならない？ならいいけど。なるほど、不思議の森へ行けと。はいはい、了解了解。ほう。ジジイの話は長いので倍速、読みたい方は根性で読んでください。今のジジイの話を要約すると、レッツゴー不思議の森、というわけで依頼をこなしていくよ。でも、その前に、クリスのランクをアップさせます。マリオのレベルが低い以上、仲間に頼らざるを得ないので、これは仕方がない。長いのでカットしました。それでは依頼をこなしていきます。一つ目。ギースの依頼、鍵探しだよ。こいつに話しかけた理由は、単に間違えた、それだけ。こいつがギースです。こいつとガースって兄弟なのかな？で、鍵はどこにあるのかというと。ここにあります。なぜバッジ屋を通り過ぎたところにあるのか。よくわかりません。そっちには星のかけらしかないはず。そして、コンタクトレンズを買っておきます。こいつは縛り対象外のアイテムです。ナンシーさんに渡して、と、これで西エリアに行くことができます。そういえば、コメントでナンシーさんは55歳、ってあったけど、もしそうならコンタクトだけじゃなくて、
老眼鏡もいるんじゃないかな。さて、ギースに鍵を渡すよ。あっち行け、獅子が4つ買えるよ。やったね。ギースの家はこんな感じです。それでは次の依頼、マークリーの依頼です。カット。マークリーはここにいます。ついでに右上にちらっと星のかけらが見えるね。後で取りに行きます。ブツブツをゲットしたんで、さっさと渡しに行きます。中身はエロ本です。こいつはエロ本回収屋ってやつです。不要なエロ本処分しますみたいな。早くエロ本が見たいのか、必死にマリオ・マークリーのところへ行かせようとします。素直なやっちゃで。こいつは会社でエロ本を保管してることがもう少しでバレそうだったから依頼したわけだ。これで彼はクビにならずに済んだ。よかったよかった。そして6点の依頼、いわゆる価格調査ってやつですな。実はこれ全部勘でやってます。後で確認したら全部正解だったよ。よかったよかった。ここ、すっごい悩んでます。20コインうまうま。それじゃあそのまま次の依頼。クリノの依頼、まあいわゆる人探しだね。カット。こいつがクリノです。クリスの能力説明の時に協力してもらったクリです。では、カット。こいつがピルローです。ドラクエ8でいうククールです。しつこく逃げ回るのですが、そのうち諦めます。なので、追いかけ回します。たとえストーカーと呼ばれても、その前にかけら回収。たとえマリオの目から逃れようと、私の目からは逃れられんよ。だってプレイヤーだもの。オラオラ、そこにいるのはわかってるんだ。諦めてくれました。これで依頼を完了です。20コインうまうま。では、次の依頼。マルチュロの依頼、ド M からの依頼です。こいつがマルチュロです。いわゆるド M です。なるほど、ド M だな。はぁ、あ、もっと、アヒン、感じちゃう。はぁ、あ、逆に、サンフレッチェ、行っちゃう。ああ。ありがとう。君のおかげでまた一歩ド M に近づいたよ。お礼はこの情報だ。また頼むからよろしくな。お断りします。では、次の依頼。ボムとニオの依頼、いわゆるパシリですね。わかります。カット。星のかけらを回収します。カット。こいつがボムトニオです。どれがボムトニオかわからなくて、ゴロツキ校のすべてのボム兵に話しかけたなんて言えない。このボムトニオ、実は雑食なので、つくしでもちゃんと食べてくれます。どうやら好物のようで、11コインうまうま。さて、次の依頼に向かうか。クリスさん、ランクアップがそんなに嬉しかったの？ノッコスの依頼、ノッコス探しです。ゴンドラ城の緊急キノコがあった場所にいるよ。
それじゃあカット。ゴンドラ城に行く前に、あっち行け獅子を購入しておくよ。しばらく買い物タイム。そして、ゴンドラ城にて、ハートフェールを取ります。使う機会、あるかな？左にちらっと見えたのがノッコスです。こいつ、どうやって一人でここに登ったんだろうね。最低でも二人はいないと、登れないはずなんだけど。実は、この二人はお友達？だったんだよね。いい話なのかな？ものすごく興味なさげなの小太郎。この縛りでは、全く役に立たないものをもらいました。コインが使えないから、モンテも買えない。モンテがもらえるイベント、あったかな？あったらやってみたいね。で、次の依頼、亀じじいが話を聞いてくれ、と。あ、しまった。ついでだし、あっち行け獅子を試してみるかな。え、これスターポイント入るの？無駄な経験値もらっちゃった。ぐすん。花々村、遠いなぁ。逃げるのに飽きたなぁ。ただ逃げるのもあれだし、ちょっと土管で遊んでみるかな。え？なに？一体何が起きたの？おお、きつけけけくは WZDRFTGYFG5LP。ふぅ、びっくりした。つくしんぼでも回収。じじいの話は、のろけ話だったので倍速。あの、亀三郎さん、その葉っぱ。あなたの家の庭で無限入手できます。うん、知ってる。じゃあ、次が最後だね。張り切っていこう。これは、コインを使わざるを得ない依頼です。こういう依頼の場合、依頼優先でいきます。一応もう一回言っておきました。というわけで、カチカチが5つ、必要らしいので買ってきます。カット。カチカチ、カチカチ。買ってきたよー。渡すシーンは倍速。このウルトラキノコ、使うとしたら料理しちゃうな、きっと。じゃあ、あとは西エリアに一つ用事があるので、それが終わったら今回は終了です。一旦戻ってるのは、間違えた場合に備えての SD をしに行きました。ここで、しなびたキノコ、ぐるぐる目回しの順に買うことで、モンテオーネに会いに行けるようになります。これは縛り対象外になります。あ、もちろん、買ったものは売りますよ。いいえ、モンテオーネの文字も聞いたことありません。私、テレサが大好きなのよね。マリパ5でもテレサしか使わないよ。さて、ついでだし、ちょっと覗いてみますか。知りませんでした。嫌です。リア充爆発しろ。わかりません。いいえ。やだぷー。今回はここで終了です。それでは皆さん、ご視聴、ありがとうございました。皆さん、こんばんは。画質の向上を図る、ゆっくりことむきゅです。続き、やっていくよ。今回は、不思議の森攻略に勤しむよ。というわけで、倍速。そうそう、そろそろ動画アップペースが下がると思います。
こっちだって忙しいのよ。まあもう下がってますけどね。プニちゃん発見、追いかけてみよう。そういえば、この緑のやつ、まだ物知りしてないね。覚えてるうちにやっとかないと、後で面倒だね。あ、ナイスで防御発見。美味しそうじゃないからね。さすがに食べたくない。でもいじめちゃう。ごめんごめん。ちょっとからかってみただけなんだ。許してちょんまげ。は。今、なんだか時間が止まった気がしたんだけど、気のせいかな？で、なんか勘違いされてるみたい。まあ、クリスのおかげでなんとかなりそうだけど、さすがクリスさんやでー。なるほど、なかなか偉い子だね、このプニタン。おお、それはありがたい。じゃあ、その、なんだっけ？メガ戦団をやっつけに行くよ。人助けが主人公の務め、当たり前だよ。ついでにクリスにいいとこ見せておかないと、攻略ルートから外れちゃうからね。これ、そういうゲームじゃねえから。そんなわけで、プニタンが道案内してるから、ついていくよ。オケ。なんということでしょう。壁から道が、出てきました。というわけで、ナイスで防御を取りに行きます。このバッジ、すっごい役立つの。いつもは。わかったから持ちつけ。ステージに。この木何の木はぁ、始まるよー。相反する黒と白とで構成された、神秘的な森。人によってはチカチカするかもね。不思議の森。せやな。レッツラゴー。の前に SD。今度こそレッツラゴー。おや？これは、ビビアンが目の前に、いかん、話に全く集中できない。どうしよう。あ、ダメだ。どうしてもビビアンしか見えない。ああ、ビビアンがネックレスしてる姿、見たいよー。はあはあ。ああ、怒られてるビビアンも可愛いよー。はあはあ。ああ、ビビアン可愛いよー。もしもしビビアン、ビビアンちゃん、世界のうちで、あなたほど、すべてが可愛いものはない。どうしてそんなに可愛いのー。ふぅ。は、一体何があったんだ？約30秒間の記憶がない。これは一体。もしかして老化？まさかそんなわけないよなー。とりあえず、体重まで倍速。視力悪いし、ぼやけて見える。そうなのか。だが断る、忘れないうちに取っておきたいものがあるからね。ふう、敵を避けるのも一苦労だよ。あ、一定、とりあえずつくしんぼ導入で。普通にガードする癖、つけないとね。どうしても欲張って、スーパーガードをしたくなっちゃう。仕方ないね。よし、じゃあさっきの木に向かうよ。
神秘的な森に入る。これまた神秘的な大きな木。この木何の木体樹です。とりあえずプニタンに話しかける前にバッジを取っておくよ。使うかはわからないけど。あ、これ元からこうなってるわけじゃないのか。気づかなかったよ。なんや、急に大声出すなや。びっくりするやんけ。こら、またんか。私の方が早かったね、どや？何かって何なんだろう？やっぱり突っ込んじゃダメなのかな？で、なんか、すっごく嫌な予感がする名前が見えたけど、気のせい？なんだか気が進まないけど、とりあえずそのクラウだって人のうちに行こうか。この喋り方は。嫌な予感。クラウダさん、見切れてます。右下にちょびっとだけ見切れてます。あ、あまり叫ばないでいただきたい。というわけで、クラウダさん家まで倍速。ここの土管、妙に入りにくいと思うのは私だけ？今スタートボタンを押したのは、PC 画面が急に真っ暗になったからです。まあ、わからないとは思うけど、結構びっくりしたんだから。ほんと、移動が多いなぁ、ここ。それは、家に入る前に言うセリフだと思う。この言葉に突っ込みたいと思ったのは、きっと私だけではないはず。え、なんで？なんで？わけがわからないよ。いや、正直、あってもなくても一緒だと思うんだけど。いえ、知ってるわけないじゃないですか。可愛い子がネックレスを拾ってたなんてそんなこと知ってるわけないじゃないですか。はははは。知らねっつってんだろ。ああ、今回もダメだったよ。結局断りきれなかった。ああもう、いつ見てもビビアンちゃんは可愛いな。はあはあ、それに比べてこの青いババアはなんだ。ビビアンちゃんの可愛さに嫉妬でもしてるのか？さっきからビビアンちゃんばっかりいじめて、私にもやらせろよ。早く薄暗村に行きたいよー。霊夢、とりあえず落ち着け。まずは冷静になろう。ダメだこいつ、早くなんとかしないと。ふう、とりあえずビビアンちゃんまで倍速。この移動時間、
本当はカットしたいんだけど、できるだけカットは使いたくないしなぁ。途中で回復ブロック叩いただろ、とか言われたら、反論しようにも証拠がなくなっちゃうし。あ、今さらっと逃げるシーンをカットしたけど、戦闘でダメージとか、ステータスに変化がなかった場合、今みたいにカットするよ。逃げる姿ばっかり見たくないと思うからね。まあ、こっちにもちゃんと目的はあるしね。間抜けとは言われたくないな。変態って言われたらどうしようもないけど。そういえば、ずっとこのリア充を出しっぱなしだったね。帰るのをすっかり忘れていた。ち。マリリンが喋る貴重なシーン。初見の人はここで、なんだってと思うと思います。私も最初、そう思いました。それにしてもビビアンちゃん可愛すぎるよ。はぁはぁ。ビビアンちゃんを攻撃するのは嫌だけど、戦わないと進まないから、やるよ。このビビアンちゃんの顔が、けなげで可愛いよね。それじゃクリス、出ておいで。今、ちょっと暇つぶしに、ニコニコ組曲を応援歌にしようとしてるんだ。今、2分くらいのところまで完成してるよ。ミニコフきつすぎはロタ。ビビちゃんごめん。ビビちゃん可愛いよ。痛いです。この、影3人組の攻撃、どうにもガードができないんだよね。全然タイミングがわからない。それじゃ、物知りするよ。私の弟がこんなに可愛いわけがない。というように、クリスのお墨付きの可愛さです。さすがビビちゃんやでー。とりあえず、マリオの目の前にサンズの川が見えてるので、回復します。あ。どや？嬉しいけど、嬉しくない。そんなオールファイブフィーバー。ごめんクリス。あ、やばくね？これ。あう。ルイージこっちみんな。とりあえず、物知り物知り。私にとっては、こいつが一番厄介かな？ねえのかよ。スターポイントでも貯めておくかな。ほんと下手くそでごめん。くぐり。あ、これまずいわ。ほんとは嫌だけど、ビビちゃんを先に倒すよ。ごめんねビビちゃん。マリオがミニミニだから、ガツン殴りをしないと倒せないっていう。さらば、ビビちゃん、目から汗が。ビビちゃんが倒れたので、倍速。おい、何すんだ、そいつをでっかくするな。ああ、こりゃ大惨事の予感がするね。うるさい後ろのやつ。のおおで、これはデカデカ反映されないのか。よかった。よしよし、これであとは楽勝だね。これ、よく考えたら、する必要なかったね。なんで元気元気使ったんだろう。
綺麗なクリスの回復量。さて、物知り物知り。吹雪？何の話かな？クリス、私も同じこと考えてた。魔法使いって、お一人様だとものすごく弱いよね。さて、とどめだ。来ましたさらに追い打ち、ビビちゃんとマリリン、ごめんね。おお、大量大量。あと何回見れるだろうか、レベルアップのシーン。迷わずバッジポイント。ダメだ、俺もうビビアンしか見えない。ひどい雨来た。こんな雨は持ちたくないな。それにしても今のビビアン、可愛かったなぁ。あ、うん、届ける前に一応セーブさせてね。SK。あれ、なんかいるぞ。可愛い子ちゃんは一人、もしくは二人しかいませんでしたよ。その情報は間違っている。英語鍛錬だきっついわー。ちなみに私は経連連打派です。皆さんは何派ですか？なるほど。コイン集めが億劫になってきた。ふう、やっと着いた。あ、そうですか。どういたしまして。ああ、嫌な予感しかしない。刺激が強すぎるので、一部映像を加工してお送りするぜ。はい、ミセスクラウダさんです。結構役に立ってくれます。亀よりはマシかな。だ、が、こ、と、わ、る。いやー。レイム、大丈夫か？おい、しっかりしろ。まだ実況中だぞ。レイムがくたばったから、代わりに私が実況するぜ。こいつ、自分で自分のことを美しいと思ってやがる。いくら美しい貴婦人であろうと、その態度はいただけないな。まあ、美しい人はそもそも、そんなことは言わないがな。そんなわけで、クラウダさんが仲間になったぜ。クラウダさんは、いろいろなものを吹き飛ばすことができるんだぜ。私のマスパみたいだな。まあ、吹き飛ばす、の意味が違うけどな。それじゃ、あとはゆっくり説明を楽しんでくれ。そうなのか。そうだな、さっさと行こうか。だが今回は、時間がないからここで終了なんだぜ。ご視聴。ありがとうなんだぜ。次回、また見てくれると嬉しいぜ。じゃあ、またな。
どうも、倍速からグーテンターク、ゆっくりことむけです。続き、やっていくよ。今回は、ちょっとカット多めでお送りするよ。物知り推しに、一回戻ったりするからね。あ、クリスにするのを忘れてた。これが厄介なんだよね、この種族。せやな。まあ、逃げるんだけどね。もう金なんていらない、とにかく逃走しよう。どんな感じなんだろう、新エモンって。パウブロックとか、スーパーガードとかね。言われた通りに逃げます。あ、そういえば、この前のピーチのメール、カットしちゃってたんだよね。今見せるよ、ごめんね。読みたい方は、一時停止推奨。ピーチ姫は約4秒で、この長文をタイプしてます。見習いてこの道、昔は結構避けるのに苦戦したけど、今はもう余裕だね。すっかり慣れちゃったよ。これは物知りのために当たったから、脳幹、脳幹、そういえばマイナーなジャンルだけど、脳幹ってのがあるよね。見てたらゾクゾクしちゃう。嫌な意味で。逃げることに定評のあるマリオ。ちょっと叩かせろ。さてと、まずはハンニャーからかな。あ、前回レベルが上がったから、ナイスで防御がつけれるね。やったね。まあ、普通の防御、あんまり使わないんだけどさ。クリス、いつもの。確かにヘンテコだな。謎多き弱者、てか、逃げよう。拾えそうな時はきちんと拾う、これ大事。さて、それじゃあ、カット。取り忘れていた星のかけら、かける2、回収。こいつの物知りもしておかないとね。クリス、いつもの。あ、ハンニャーとヒンニャー、名前が楽だったね。今気づいたよ。テヘペロ。それは、フィギュアスケート選手と同じ原理です。では逃走準備。プ。マリサ、今笑った?え、笑ってないぜ。あはははははは。笑ってるじゃん。それも変なイントネーションで。いやぁ、悪い悪い。あまりの面白さにな。つい。まったく、解説の時以来は黙ってろよな。霊夢、後で超魔界村をクリアしてこい。聞こえてたか。ちょっとあっち行け、獅子を引き出すよ。使わざるを得ないところが結構あるしね。あとは、ウルトラキノコと宿泊券を預けて、と。ミスった。さてと、あ、そうだ。ついでだからあそこに行ってみよう。知らない人は、多分知らない。まあ知ってると思うけど。面倒だな。確か、ここら辺に。あったあった。依頼センターの裏側だよ。実はこいつが経営してたんだよね。まあどうでもいいから体重に戻るよ。カット。
ふう、遠かった。それじゃあクラウダさん、後をよろしく頼んます。そして開かれる。Secret entrance。これで、もう、秘密の入り口は、秘密の入り口じゃなくなっちゃうんだよね。プニ族専用玄関になっちゃうのかな？まあいいや、クラウダさんが自慢話を始めたから黙るよ。終わった？あ、終わったっぽいね。じゃあ体重の中へ、いざー。うわ、すっごく綺麗なんだけど、ここ。どうしたプニタン？何が？あー、仲間か。あ、なんか臭そうな人が。二人も出てきた。きっちりと正面玄関から入ってきました。はい、お約束の悪役の負けフラグ。さあ、お笑いバトルの始まりだ。うわあ、ごめんなさい。はい、終了。こら、そこ閉めるな。そこ閉めなければ。さすがでしょ？私。おい、今なんかいたぞ。いやー、強い味方とか、そんな、それほどでも、あるよ。いや、どう見ても美味しそうには見えないから、食べないよ。で、うわ、なんかいっぱい来た。おい、右から3番目の下のやつ、触りてぇとか言うな。うわ、出てきた。うん？なんや？おお、なんかジャイアニズムがほとばしってるプニ族出てきた。なるほど、お前はプニタっていうのか。そうかそうか。じゃあお前はこれから、ジャイアン64世、な、異論は許さない。え、これいっぱいいるの？あまりいっぱいいてほしくないなぁ。まあ、後でいっぱい引き連れて歩かなきゃならないんだ。で、なんか、妹妹って言ってるけど、エロゲの話かな？まあ確かに妹系も悪くない。そんなエロゲの話はどうでもいいんだった。さっさと助けに行かないとね。ああ、さっさと話終わらないかなぁ。助けに行けないんだけど。諦めんなよ。諦めんなお前、逃げ場だ。プニタンの熱い説得のおかげでなんとかなりそうだね。なるほど、体を使って誠意を見せろと。じゃあカット。睡眠不足はお肌の大敵。こいつ、殴られていくとは、神聖のド M だな。はい、やってきました牢屋です。道中、デカデカドリンクを取りました。で、プニバーがいるね。ちょっと話を聞こうか。マイペースやな、このばあちゃん。おばあちゃんのセリフを聞いてあげる、優しいマリオノズ。一周したので向こうに行こうか。あら、プニ族がいっぱい。
ゲシュタルト崩壊しそうなくらいに。これ、苦手な人もいると思うんだけど、大丈夫かな？こいつらを連れて歩く羽目になっちゃうんだけど。で、何の話だっけ？あ、はいはい、鍵ね鍵、確かポケットに。あるわけねえだろ。マリサ、それ私が言おうとしてたんだけど。そのセリフ、死ぬまで借りてくぜ。お、賢者タイムかな？あ、これは空気を読んで黙っておこう。ふう、嫉妬しているクリス、かわいいよ。あ。え、違うんだけど。お笑いバトル第2幕、開始。はい、終了。お、鍵さんナイスジャンプ。いらね。でも料理したら使えるかな？ばあちゃん、助けに来たぞ。うわあ、びっくりした。やべ、眠くなってきた。終わったんなら声かけてよ。恥ずかしいじゃん。で、カットしてここまで戻ってきました。さて、どんな反応だろうか。まずまずかな。なるほど、新手のツンデレか。めんどくせえやろ。わあ、いい加減にしろ。なんでいきなりでっかくなるんだよ。なんなの？でっかくなっちゃったっていうマギー神事的なノリなの？そんなことよりおうどん食べたい。今夜は煮込みラーメンだった。ふう、ネタがない。ほんと、よく名前間違われるね。お、ジャイアン63世が出れた。でも、こいつのツンデレとか、誰得だし。でも、こういうジャイアン的な立場の人って、大体人望が厚いよね。敵には回したくないね。さすがばあさん、何でも知ってらっしゃる。そういえば私、一回言ってみたいセリフがあるのよね。お前は何でも知ってるな。何でもは知らないわよ。知ってることだけ。この、何でもは知らないわよ。知ってることだけ、ってセリフ、一回言ってみたいんだよね。まあさして頭の良くない私にそんなセリフは似合わない。なんか、壁に投げつけるとくっつきそうなやつが出てきたね。まあ、投げつけられないんだけども。気持ちよさそうな球、ゲット。これを枕にして、寝たい。オーフ。もう年だもの、仕方ない。さすがおばあさま。すごい能力をお持ちだ。さて、倍速で進んでいくよ。でも、今回はちょっとしか進まないよ。クラウダさんのランクアップが先だ。
くそ、面倒だな。ついでだから物知りしておこう。そうなのか。初代ポケモンのロケット弾を思い出す。せやな、倒す気はないけど。ララ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 ラ。ジェムダ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 あ、シャイントリーは忘れてたカット。みんな、ただいま。ちょっとシャイントリーに来た。お前に用はない。これこれ、これを忘れてたんだ。さて、あ、そうだ、確かここら辺に雷ドッカンが。あったあった、こいつは貴重な攻撃アイテムだからもらっとかないとね。さてさて、今度こそクラウダさんをランクアップさせるよ。デアールさん、チッスチッス、いつものお願いします。長いのでカット。それじゃあ、大樹に戻って、今回は終了だよ。ふう、この動画、もともとは34分だったなんて言えない。さて、それじゃあ今回は終了だよ。ご視聴、ありがとうございました。よければまた次回会いましょう。それでは。